皆様、本日は BCN アワード2007表彰式にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご来場中のところ多くの皆様にご来席賜りまして誠に感謝を申し上げます。私、本日の司会を務めさせていただきます新藤雅子と申します。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。さて、2000年から始まりましたこの BCN アワード、今回で8回目を迎えております。また IT 産業に一人でも多くの優秀な人材を招き入れようとの願いを込めて昨年創設いたしましたBCN IT ジュニア賞2回目となりました。本日は BCN アワード2007の表彰とともに BCN IT ジュニア賞2007の表彰も行ってまいります。ではまずはじめに株式会社 BCN 代表取締役専務吉若徹より開会にあたってご挨拶を申し上げます。BCN の吉若でございます。今日はたくさんの人に集まっていただきまして BCN アワード2007、そして、BCN IT ジュニア賞2007、表彰式を行います。実は今日この表彰式の模様、カメラの方入っていただきまして全世界へインターネットで放送をしております。これもまたアーカイブとして残して、ご入りになりましたらば社員の方々そして、生徒の仲間の皆さんと一緒に表彰式の模様を味わっていただきたいなというふうに思っております。ただいまより BCN アワード2007 BCN IT ジュニア賞2007開会をいたします。最後までずっとごゆっくりお楽しみいただければというふうに思います。よろしくお願いします。では続きまして株式会社 BCN 代表取締役社長奥田喜久夫より BCN アワードおよび BCN IT ジュニア賞について述べさせていただきます。おめでとうございます。 BCN アワードの2007でございました。去年は結構激戦でございましてビスタの発表もちょっと今月になりましたけれどいろいろと1年間ご苦労の中で今日は93部門38社のメーカーの方々においでを願います。そして IT ジュニア賞BCN IT ジュニア賞はこちらに生徒さんがおりますが高専から3校工業高校からは2校来ていただきました。この会を催しましてちょうどアワードが8回目になります。年々この大会が盛り上がってまいりまして本当に1年間の激戦区の中でトップを取られた方々がこの会場の中で栄光のトロフィーというものを受け取られます。栄光のトロフィーとは優れた商品は人々の感動を宿ります。その創造の扉を開くために注がれた知恵と努力と情熱に敬意を表して栄光のトロフィーを捧げますということで8回皆様方にトロフィーをもらっていただいております。それが年々すごいエネルギーがこの会場の中に充満してまいりましてそのエネルギーをどこか誰かに伝えたいという思いが3回目ぐらいからいたしました。それで去年子どもたちをこの場所に呼ぶことができないんだろうかと企画いたしまして
メガソフトの前坂という個人でございますが、彼と出会うことができまして、高専に何とも素晴らしいプログラムコンテストというのがあるというのを出かけまして、本当に感動をしました。先生と子どもたちがどちらが先生でどちらが子どもか分からないように一生懸命徹夜をして、大会の前日までソフトを組んでいるんです。呼ぶことができました。そうしましたら、工業高校にも同じようなプログラムコンテストがございまして、650校の工業高校がございますが、去年は1校、今年は2校こちらに来ていただきました。本当に若き将来の IT 技術者の卵の方々だけで、もうぜひこちらにおられる大人のプロフェッショナルの方々のこの情熱というんですかね、そんなものを今日見て感じていただければと思います。それでナンバーワンのプロフェッショナルのお父さんたちには、一つ子供たちに将来いい商品を産んでねという一言をかけていただければありがたいと思っております。ナンバーワンというのはなかなか決定することが難しいんです。 BCN ランキングの場合は22の販売店さんから直接ポスデータの実売データをいただいております。ちょうどこちらの方にお座りの方々がそうです。その日々の売り上げのポスデータを1年間積み上げまして、ナンバーワンになられた方、誰も手を加えておりません。その数値でもってナンバーワンになっております。本当にプロの方々と将来のプロフェッショナルの方々がこの同じ部屋の中で共有をする、夢と情熱の共有を今日はしていただければと思います。夢というのはどうも卵になっているそうでございまして、夢という卵を大切に大切に育てていただいて、将来できたら iPod を日本から産んでいただきたいなという気がしております。本当に今日は数時間でございますが、いい交流ができましたらと思います。以上で終わります。ありがとうございました。